おはようございます、黒みつばです。ということで今回も無惨縛りの方やっていきましょう。はい、ということで今回やっていくクエストはこちら、はい、アンチテーゼです。ということでやっていきましょう。はい、ということでパーティー組んできました。今回使うのは、疑心暗鬼サモジロウ、ジョカサモジロウですね。でまあ今回使うサモジロウなんですけど、攻撃力じゃねえ、レベルが7になってます。まあこれはまた後でね、クエストで話していこうかなと思うんですけど、まあ有名なね、調整サモジロウって呼ばれるやつですね。はい、ということで早速やっていこうかなと思います。いきましょう。さあ、ということでやっていきましょう。で、今回使っていくサモジロウなんですけど、まあこんな感じになってます。まあ簡単に言うとレベル7で攻撃タス振ってない、 HP とスピードだけにタスを振ってる状態になるんですけど、まあ舐めとんのかと、まあ知らない人からするとねお前はもうとうとう舐め始めたのかとと思われるかもしれないですけど、まあ実はこのサモジロウね、めちゃくちゃ優秀なので、はい、この動画見終わる時には知らない方もねきっと好きになってるんじゃないのかなと思います。でまあこの攻撃力を調整してるっていう話をする前に、このクエストのメインギミックだねについて話すと、この、キャノンベースじゃねえ、ビジョンベースみたいな、そんなギミックが出てきます。まあ簡単にこのギミックを説明すると、まあ盤面にね2つ以上この床があるんですけど、例えば、ここでジョカがね横上がりしていくと、ジョカの踏んだところ以外の床からジョカの分身が出てきます。まあ今の場合だと、上の床から、上のこのベースからジョカの分身が出てくると。でまあこれを使って、まあ、殴っていきましょうねっていうのがこのクエストのメインギミックになってます。はい、でまあ調整サモジロウなんですけど、この盤面はね光の魔導士しか出てきてないんですが、このクエストには闇の魔導士も出てきます。でこの闇の魔導士が何をやってくるかっていうと、敵の防御アップです。すなわち、光の魔導士は敵を防御ダウンしてくれるんですけど、倒した時に闇の魔導士は防御アップするので、極力倒したくないんですね、闇の魔導士を。そんな、夢を叶えてくれるのがこの調整サモジロウです。このキャラはキャノンベース踏んだ時に光魔導士は倒せて闇魔導士は倒せないっていう、マジで画期的なキャラなんですよね。そうで、これまあ見つかったのがね、降臨2日目とかだったかな。いやマジすごいよね史上最速でクエストが壊れた感じだったかな。初日のアンチテーゼって結構難しいって言われてたんだけど、もう2回目の降臨日からはもう余裕で勝てるクエストに変わったからね。この攻略法はマジですごかった。そう、本当だったらこの防御アップとか防御ダウンで、まあ、うまくねダウンさせた状態を作ってあげて殴らないといけないんですけど、まあ、この調整キャラ2体入れてあげることによって、殴るキャラ、まあ、今回だったら 1P と 3P のキャラについては、常に防御ダウンの状態で攻撃できるので、マジで画期的すんばらしいものになってます。そうそう、でそうだね、まあとにかくだから、まあ、防御ダウンさせた状態で、まあ、ミスらずにちゃんと敵を攻撃していってあげるっていうのが、まあ、このクエストの攻略法かな。うん、こんな感じに、はい、やっていきましょうって感じですね。で実はねこんな編成、まあその時ジョカ使ってなかったけど、似たような編成をね別の縛りでやってたんですよね。あれ完全縛りか、完全縛りの時にやってて、あの動画はね結構俺個人的にも今まで自分の上げた動画の中でどうだろうな、好きな動画ベスト5選べって言われたら多分入ってくる動画になるんで、まあ、見たことない方はねぜひ見てみてください。ちょっとマジで結構熱い熱い戦いになってますんで。さてということで、まあ、ここはガッチェスをやりたいところですね。あやべやべ、あやべやべやばいことした、今やばいことした。ちょっとこれ負けるか、なんとか耐えてくれよ。今ので負けるのだけはちょっと嫌だ。なんとかなったか。危ねえ、焦るな
で、気抜きすぎるとな、まずいな。これで縦を処理して、まあ防御ダウンの状況を作ってあげて、で、まあ除火横上がりかな。そう、なんかね、除火ね、なんか、いいキャラいないかなと思って見てたら、そうそう、まあそこにね、除火いたんで、まあ、言うて超絶だしと思って入れたんだけど、あんま強くないこれ。HP も攻撃も高くないからね。あんま強くない説ある。もしかしたら普通に究極のキャラに変えるかも。まあ負けたらね。よし。やっぱね、このクエストをやる上で大事なのは HP だからね、結構。そう、HP と攻撃力は結局大事になってくるから、そこが低いってのはちょっと悲しいものがある。OK、信号切った、やった。で、次が、サモジロウなんで、ここはとにかく、まあ、さっきと同様だね。弱点貫いてあげて、処理すると。まあもう中ボス戦はこっからね、とにかく削っていくだけだから、もう早送りでいっかな。早送りで。さて、抜けていきましたよ。信号機いっぱいいっぱいステージも。で、こっからボス戦か。いやーまあこっからだよ、マジでこのクエストは。HP 管理と、あとはちゃんと殴れる時に殴ると。で、こんな感じでどうでしょうか。 OK で、サモジロウでしっかりとダウンさせていく。次の疑心暗鬼どうしようかな。一旦雑魚処理いきますか。あー、一体しかやれないか。まあでもボス結構削ったから大丈夫かな。で、上がっていきましょう。 OK、 これで、もう一回雑魚処理しに行きながらボス殴りたいね。まあこれ横下がりでいっか。ゲージ外してこんな感じでどう。これでしっかりボスの弱点も殴っていくと。これいけそうじゃね、とりあえず。これだけ削れてればボス1は突破できそうだけどな。オッケー、やっべ、火だめ結構えぐいな。まあそう、この調整キャラ入れてるからね、どうしても火ダメはえぐくなっちゃうんだよね。倒しきれない。まずい。これ上金波になるよね。大丈夫だよね、金波取れば立て直せるか。ここで金波取っていく。よし、 OK で、しかも突破していくと。いや、いいね、いいね、十分十分。そうで、このクエストというか、まあ、調整キャラ使う時の注意点としては、まあでもあんま変わんないか。これね、HP に応じてモンストって回復量変わるんすよ。そう、意外と知らない人も結構いて、これ言うと驚かれることもあるんだけど、取るキャラによってハートの回復量違うんで、なるべく HP 高いキャラでハートは取るとお得っすね。そう、こういう HP の低いキャラを入れるときはちょっと意識すると勝率変わるかも。こんなもんでどう？さあ、弱点しっかり殴っていく。でもまあ、いやー、そうか、降臨キャラだと1本だけじゃ足んないな。
よし。どうしよう。全部生かすような形でいくか。いやーでもあんま削れねえなー。あぶねえ。完全に地雷のこと忘れた。そう、このクエストね、ひっつき地雷あるんで、しっかりそこも管理してあげないとダメなんだよね。こんな感じでどう？ゲージ外して、よし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 。え、これ削りきれるか、怪しいぞ。カウンターキラーも乗ってないしな。微妙だな、やっぱ削りが。いやーダメか、届かないか。いや縦軸で弾いちゃダメだな、このステージは。とにかく横で横で弾くことを意識していこう。さあ戻ってきたよー、戻ってきましたよー。ということでバトル7ですね、中ボスじゃねボス2かからやっていきましょう。いや意外とむずいな今でも。意外と負けた。いやでも縦軸結構削れるな、なんでだったんだろう。さっきうまく縦で弾けてなかったのかな。てかまあ2本出てなかったからか。端の縦感とそりゃね縦の真ん中のところだとさ片方潰れちゃってるから、それはあんま火力出ないか。なんか記憶違いだったかなと思ったけど、ちゃんと火力出るね。でこれね、あいつもいい位置だし、疑心暗鬼もいい位置なんで。カウンターキラー今誰に乗ってるんだろう。あ、カウンターキラーボスだ。これめっちゃ出る。多分もう倒しきれるかな。 OK、 よし。いやあっさり配置良ければあっさりなんだな。さあということでボス戦やっていきましょう。オッケー、ここはしっかり処理していく。サプライズってくる。こんな感じでどうでしょうか。いやいいんじゃない、いいんじゃない。弱点めっちゃ貫けた。ボスの削り的にもこれいいよ。でうわ剣欲しい。うわあの剣誘惑すぎるだろ。ここパック行きます。パック行って剣取ろう。
あー取れなかった。うわ最悪じゃん、何もできなかった、もったいね。オッケー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 、まあ、剣は取りたくないからな、ここラインが変わっちゃうんでね、サモジローで剣取っちゃうと。よしよしよし、着実に削れてる。でこれでもう雑魚処理終わってるから、これでカウンターキラーも絶対乗るもんね。え無難に行っていい、ここ超無難なショットします。行ったんじゃないの、さすがに行ったんじゃない、これは。いや、いける、やばい、よし、オッケー。いや実は結構負けた、あのボスに行ったのはさっきが2回目だったけど、それまでで結構負けたからね。いやこれ嬉しいな。いやー、いやなんか意外とちょろいかなと思ってたけど、全然そんなことなかった。よしよし、アンチテーゼ、やっぱ俺アンチテーゼ好きなキャラだからね、使えるようになるのマジで嬉しい。クリアタイム15分かよ、結構やってたな。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はですね、無残縛り、アンチテーゼやっていきました。はい、ということでまあなかなかね、いい戦いだったかなと思うんですけど、まあ、皆さんいかがだったでしょうか。ということで、よろしければチャンネル登録、グッドボタンのほどぜひぜひよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ。黒みつばでした。ちょっとこれ受け取っちゃうかな？俺受け取らない前提で引いたけど。開かなきゃ受け取らないよね。まあ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 。ということで、バイバイ。